ドルフィンたちが案内してくれたんですね。カイさん、すぐここで消えるから早く宝物を探しましょうよ。広い？まあ、しょうがないですね。探しましょうよ。宝物どこにあるんだろう。宝物はこの砂の下にあるはず。マリ、持ってる？持ってます。早く掘る掘る掘る。
スタッフさんを
じゃあどうか、お金あげて取ってくれるから、取ってくれます。やばすぎる、下の魚多すぎる。うん、やばい。皆さん、うわ、絶景だよ。あ、あった、あ、宝物。さらになんか昔の都市があるよ。あ、遺跡、遺跡、遺跡。はい、探してみましょう。なんかめちゃくちゃでかい神獣があるなっていうとこ。ダメだー、やってきてるよー。ダメだー、ダメだー、ダメダメだダメだ、やってきてよー。ダメだー、ダメだよね。もうよかった。マリちゃんは、マリちゃんは、マリちゃんは、え、マリちゃん、マリちゃん、あれ、マリちゃん、マリちゃん、ダメ、食べられた、マリちゃん。あ、マリちゃん、あ、すでに戻ってるじゃん。よかった、私たちより早いじゃん。なんだよ、あいつ。あ、旅してないよね、もう。あ、よかった、よかった。あ、ビーグ、ベック、ベック。体がゴンゴンだ。魚めっちゃいた。おい、あ、サメ、サメいたよ、サメいたよ。よかった、追いかけてない。海底にめっちゃでかい書いてあって、あつ森やってる人はわかるんですけど、大食貝めっちゃ取りにくい貝ですね。それが中で化石みたいな感じに出るんですよ。あとサンドタラーとか。島すごいよ。コカ・コーラの工場があるらしいです、ね、今の水はここの海の水で溶かして作られた普通の水ですね。すごくないですか。今ね、ガイドさんを雇って車も走ってやられて、だからもう飲んだよ。死に行くか。一周しますね。ねえ、お宝物、島のどこかに落としてる。探すしかないだ。うわ、背中。あ、だから会社です。工場ですね。このコカ・コーラ工場で作られたものって、ね、だけにしか売ってない。北海道ダメだね。コカ・コーラの工場に入れなかった。これから学校に行く。学校の中に何があるの。学校の中に子供しかいねえじゃん。もしかして宝物は箱の中にある。アイランドオフィス。オフィスだそうです。今目の前のクリスチャン、でも観光だよね。でもガイドさん雇ったら観光しかしてくれないんだけど。どこにあるか教えてくれないよね。ねえ、イルカしか教えてくれないよね。探しに行くか。いやでも降りたら迷子になる。
しょうがない。もうちょっと待ってください。やばい、宝物どうすんだ、観光ばっかしてんじゃん。てかガイドさん何つってた。この島の歴史とか関係ないじゃん。宝物はどこだ。もう幼稚園かな。This is the baby school. Baby school. 私たちベイビーだよ。宝物どこ？ない、ない。お、なんかシュノーケルやってるそうなの。宝物はどこ？わかんない。なんかさ、ここはサーフィンの聖地らしいですね。ちょっと違うんだよ。多分、まあ、もう通じてないかもしれない。ごめんなさいね。ちょっと英語からなんで。これもね、どこだよ。パパ一人で楽しんでんじゃん。なんなの、写真いっぱい撮って。パパさん、うん、好きじゃん。まあまあまあ、ね、お金で買うの、うん、宝物。このとこじゃない。違うや、違う。北海道さんの店だって。宝物ここですって言われたんで。違うね、違う、違う、絶対違う。一個買って、なんかティップみたいな。Are you company's owner? No, no, no. I am. もうすぐ帰るらしいですよ。何も買わなかったから怒っちゃったかもしれない。こんな軽トラの上に。なんでだよ。もう本当に怒ってるかもしれない。店でコーラも出してくれたんですよ、ビッコラ。坊主のところに来ちゃった。追い出されました。早く帰れみたいな。帰ります。何もなかったじゃん。帰るのダメでしたね。次行こう。こんにちは、花輪チャンネルの羽根です。はい、よー、マリちゃんだよ。今から海に行くで。羽根バレパパです。何を言ってんの。何言なんか宝物がありそうで、ちょっと探して。うおはいはいはい。手首がめっちゃ出てます。見つかりましたよ。ここだよ、ここだよ。降ります。アミさん降ります。
フィッシュマンやってきました私たち。そうそうそう、綺麗。皆さん見て。いいですね、なんか楽しい。ここに住みたい。皆さん、ここは幻の島ですよ。宝物はここしかないじゃない？え？あれだ、マイカ。ちょっと撮ってみて。見つけたよ。早く行っちゃった。